さあ、続いては九号車カースポットキリュウのおすすめ車です。ご紹介いただきますのはユーカーレンジャーブルーの堀米さんです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、えー、堀米さん、今回はどんな車でしょうか。はい。はい、今回カースポットキリュウのおすすめ車はレヴォーグをご紹介いたします。レヴォーグ来ましたね。はい。ね、あのレヴォーグ入庫したんですね。はい。ね、えー、まあもちろん、えー、初めてご紹介するというね、はいえー、ものなんですが。 実はですね評価書がすごいことになってます。はい、はいえー。こちらの評価をいただいているお車です。確認してください。内装星3つ、はい、外装星3つ、はい、総合評価で S 点です。S 点。<S はい。これは初めて私見ましたけども、はい、内外装ともに星は3つ満点ですね。はい。 で評価が一番高いという、ね、S10、はいえー、をいただいているという車なんですね、はいえー。ではこのままじっくりと見ていきたいというふうに思いますけれども、まあ、レボーグですからね、はいえー、注目されている方多いと思うんですけれども、えー、まずグレードですけれどもどういったグレードに堀米さんなるんでしょう、はい、2000cc のターボが搭載された 2.0GT です。はい、カースポットででも初めての1台ですね しかも走行距離がおよそ40キロという1台です、はい、えー品質評価も最高評価の S10 を頂い,いている1台ですね、まあ、先ほども、ね、堀米さんご紹介いただきましたが S10、はい、ですよ、はい、これあの私初めて見ましたけれども、ねはい、え非常にいいんですけどもまずあのこのレボーグですけどもアイサイト搭載してるんですね。 そうですね、はい、アイサイトバージョン3が搭載されています、はい、まあ、バージョン3というのはあの最も新しい、はいえー、バージョンのアイサイトということになりますけども、はい、あの基本的な機能はバージョン2とね、えー、変わってないというのは知ってるんですけれどもこれグレードアップしてるどんな風にグレードアップしてるんでしょう,う、はい、追加された機能がありますそれはステアリング操作をアシストし安全運転を支援してくれるアクティブレーンキープ という機能です、はいまあ、のレーンキープということは、これはハンドルをがです、ねまあ、自動的に動いてくれる、操作してくれるというものになるんでしょうかそうかそですね高速道路や自動車専用道路での走行時、ステアリングの操作を補助してくれる車線中央維持、はい、車線逸脱抑制をしてくれます、えー、車線の中央維持、それから車線の逸脱抑制。 ここれ具体的ににはどういうういとになるんでしょう、はい、車線中央維持はクルーズコントロールをセット時時速65キロ以上で走行中車線内の中央付近を維持してくれるようにステアリングのアシストをしてくれます、はい、車線逸脱抑制は同じ条件で走行中車線からはみ出しそうになるとステアリングのアシストをしてくれます、はい、さらにステレオカメラの広角化と 望遠化が約40%拡大されバージョン2ではモノクロの認識画像がカラー認識での前の車のブレーキランプ等を認識してくれます、はいまあ、これだけ堀ミさんお話聞くだけでもバージョン2からバージョン3になりましたけども、はい、相当あの、まあ、グレードアップ。 いうのはね、そうですね。されているというのはよくわかるんですね。はい、まですから安全にまあ、お車ね。万が一の時のアシストですけどもね、はい、えしてくれるということになるんですね。はい、はい、そうですね。あとこちらのレヴォーグですが、星3つ満点の室内もおすすめのポイントですので、はい、ちょっと見ていただけますか？はい。じ、は、ゃ、い、実際ちょっとね。見てみたいと思いますけどもまあ、レヴォーグもね。私ももちろんあ,あの見たこともあります。乗ったこともあります。けれども、改めてちょっと見ますけれども。 まあ全体的にはブラック、はい、黒なんですけれどもポイントとするとですねピアノブラック調のパネル、はい、まあ黒の中にですねこういったものがありますと非常に質感が高いイメージになってくるんですよねそれからアクセントとしますと金属調のパネルを使ってる、はい、そうですねまあこの辺はポイントが高いですよね。はい、レボーグは上質感あふれる車内に加え リアルスポーツツアーラー、スタイルというスポーツカーとワゴンの2つのカテゴリーが融合されたのが、こちらのレヴォーグのコンセプトです。うん、あのこれはあの私もよく聞きます。リアルスポーツツアーラー、はい、この名称っていうのがね。本当にぴったりなんだなっていうね。印象ですよね。はい、さあ、えー、この車ですけれども詳細も教えてください。はい、平成26年式走行距離はおよそ4 0キロです。 車検は二十九年十二月までついております。では九号車今回のカースポットキリュウのおすすめ車ですがズバリお値段をお願いします。消費税込み三百九万九千六百円です。なお諸費用及びリサイクル料金は別途申し受けます。九号車二十六年式レヴォーグ二点ゼロ GT アイサイト AWD CVT お値段は三百九万九千六百円と。 ということで堀米さんからご紹介をいただきましたけれども、まああのねえー、まあ評価はですね、はい、最高の評価をいただいているということで、はい、走行キロ数がおよそ40キロという1台なんですが、はい、まあこの車を買う際には、何か特別なです、ねはい、プレゼントをつけていただきたいなと思うんですけど今回のレボーグですが、最高評価をやはりいただいているということで、はい、こちらを。 外装ですね、はい、ボディを綺麗に維持していただきたいと思いますので、はい、ボディのガラスコーティングを施工させていただきますじゃあ今日明日ですねご制約の方に限りガラス系のコーティング、はいねえー、して納めさせていただくということになりました堀米さんありがとうございましたありがとうございました9号車は26年式レボーグ2 0 g t i イサイト a w d c v t お値段は309万9600円です 詳しくは027754の6828カースポット桐生までお問い合わせください。ということで、えー、お勧め車ご紹介いただきましたが、はいえー、その中にはたくさん車が、ねはい、ありますのでちょっと見に行きましょう。はいはい、それでは、行ってきます。